ら次の段階へ進もうか。次は一体何するの。サシを変身させちゃうよ。ガムボールダーウィン久しぶりだな。わーい、リッチ今自信なさげにリッチって呼んだ。今僕リッチって言ったっけ。ごめんごめん、じゃなくて名前がさ。名前が何。僕の名前。これが始まるとまずいんだ。教える仕事は私の生きがい。みんなの心を世界に向けて。ありがとうパパ、明日から学校で使う文房具買ってくれた。もちろんだよ。さあみんなもう家に帰ろう。ああよかった、最高のパパね。ケーキを焼きましょう、肉も入れてベトベト折ってて、で混ぜ混ぜしましょう。僕ちゃんのポンポンに入っておくれ。バターたっぷり焼きたてケーキ。やおベリーインダハウス、音量を上げてくれ、周りの迷惑にならないくらいに。じゃあ明確にいくよ。僕が教えよう意味のあるエチケット、マジ大事、君分かってないね。僕らいつも親友さ、どんな時も二人で乗り越える。暗い夜も二人は一つ。君たちもともと息しないでしょ。そうだった。ダーウィンダメって言ったろ。そんなこと言わないで、だってこの子たち。隠すとこ隠せよ。あ、いけない、ごめん。バーガーを注文したら、人生が映画だったらいいのに。そしたら今頃このシーンはダイジェストになってるはず。つまらない話を永遠聞かされることなくね。待って、今学校に着いたの。うそー、時間があんまり長く感じたから一日が終わったと思ってたのに、まだ朝だったなんて。お尻をパチンとしてほしいんだ、気軽にさ、やって。このお尻を隠しているけど、すごく寂しい。今なら99セント。皆さんこんにちは。毎日楽しいですか。変ですね。だって地球上にはそうでない人がいる。そう、最悪の状況で暮らす人がたくさんいます。これを聞いてどんな気持ち。優越感。まだ楽しい気分でいます。そんな人だったんですか。寄付しましょうよ。私たちが確実に届けますから。さあ今です。ソファーから立ち上がって寄付を。ほら今だ。僕らの助けを必要としてる。いやそんなことない。お兄ちゃんは自分が主役になることばっかり考えて、都合の悪いことは何にも見ようとしないんだから。ちょっとダメダメダメ、私を消さないでよ。では早速、困っているあの子を僕らの手で助けてあげよう。スクリーミニング見に行ったか。最高の映画だったよ。特に歯医者が。黙れ、ネタバレ禁止。聞いたこと忘れなきゃ、消してくれ。なんか微妙な感じだけどサンキュー。校長先生、謝りたくて来ました。そしてお互いもっと理解し合いましょう。まあいいだろう。違う。スラズルデーにはどんな音楽をかけんの。グラインドコア。それってどういうの。グラインドコアってのはこうだ。ババ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 。ブラックメタルと混同しがちだけど、ブラックメタルはこう。バイキングメタルと間違えやすいんだけど、そっちは斧でゴミ箱を叩くようなビートなんだ。詳しいねロッキー。でもバスは運転しなくていいな。だよね、興味ある話題だったからつい。完璧に決めたい。なんだか完璧ね、ガムボール。それを言うのは早いよ。これが仕上げだ。イエスと言って。何？なんでお前が？私が呼んだの。呼ばれなくても
違う違う、ダメだ、イエイエイ、いやそれともずっと前から見てたの、クローゼットから車からあなたたちは気づかない、でもいつもそばにいた、一人の時もいたのよ、タオルが取れたの不思議でしょ、あなたの服も嗅いでみた、ベッドの寝顔かわいいわ、隠れるところがいっぱいね、窓はいつでも開いてる、いついつまでも一緒なの、だからいつかあなたのお嫁さんにしてね。どうしたの？いつもと変わらないでしょ？ああ、それね、この家にキッズフィルターをかけたからだよ。何その、待て、どうなってんの？僕がいつも使う言葉も使えないようなフィルターなわけ？汚い言葉は危険なんだよ、人を傷つける。けどなんで